バネバネ。私アームズ協会イメージマスコットコブシです。本日は伸びる腕と腕がぶつかり合う格闘スポーツアームズの魅力を皆様にお伝えします。私コブシが独自に仕入れた新情報も盛りだくさん。短い時間ですがどうぞお付き合いください。アームズの特徴はなんといってもファイターたちが拳につける武器アームです。標準的なグローブ型、多段攻撃で手数を稼ぐもの、弧を描く軌道で相手の死角を突くもの、バネー一撃を放つ超重量級のものなどなど、たくさんのアームが存在します。そしてそれぞれのアームにはチャージ攻撃の際に発動する属性がついているのです。相手を確実にダウンさせる炎、電気でビリビリにする雷、竜巻で吹き飛ばす風、相手を凍らせて動きづらくする氷などなど、こちらも種類が盛りだくさん。各ファイターはそれぞれ得意のアームを持っていますが、新しいアームを使ってライバルに差をつけたいところ、そんな時は私が所属するアームズ協会運営のアトラクションアームゲッターにチャレンジ。ゲームを遊んで貯めたお金で新たなアームをゲット。やり込めばやり込むほどさらにアームズの世界が広がっていくという寸法です。半端ねえ種類があるアームですが、それを扱うファイターたちもクセモノ揃い。ピンチになると力を発揮するもの、半端なパンチでひるまないもの、素早い忍者に頑丈なミイラ、そして我らがアイドルリボンガールなどなど、それぞれがユニークな特徴を持っています。しかもそんなファイターたちはなんと全てのアームを装備可能。つまりアームズはファイターの能力とアームの性能を掛け合わせて最強を目指すマジパネー格闘スポーツなのです。百聞は一見にしかずです。今日はファイターとアームの掛け合わせでどんな駆け引きが生まれるのか、実際の試合を見ながら紹介していきます。せっかくですので、これまでに紹介していない新たなファイターに登場してもらいましょう。ラーメン、戦うラーメン少女メンメンです。メンメンは独特な拳法を操るラーメンファイター。ダッシュ移動で軽やかに宙返りするその刹那、きついキックで相手のアームを蹴り落とします。アームズは腕だけで戦うものなんじゃないのかって？それは大きな間違いです。メンメンの能力はそれだけではありません。敵を投げたり、長時間チャージしていると左腕が縮れ面から惜しい竜に変化。チャージが持続する竜の腕で対戦相手をしばき倒せ。きつい目つきで私も睨みつけてほしい。取り乱しました。対する熱血ファイタースプリングマン。チャージを解除すると溢れる気合で相手のパンチを弾くショックウェーブを発動します。相手のパンチを弾いてから強烈なカウンターをお見舞いするのがスプリングマン得意の展開です。そして残り体力が減ってくると不屈の闘志で常にチャージ状態、ボヨンと弾むリーゼントは伊達じゃない。ピンチをバネに強くなる半端ねー熱さのファイターなのです。それでは実戦と行きましょう。解説は私コブッシーが務めます。右にホットリング、左にドラゴンと炎属性のアームで決めたメンメン。一方スプリングマンは右に炎のサラマンダー、左に氷のフリーザーと、なんだかどっちつかずですね。それでは一丁アーム、さあ始まりました。おっとメンメン、いきなり出た竜の腕。ドラゴンのついた竜の腕、まるでドラゴンそのものです。ドラゴンはレーザーで敵をこんがり焼くアーム、発射まで時間がかかりますが威力は抜群。スプリングマンを左右のコンビネーションで追い込みます。おっとここでショックウェーブからのカウンター、
手堅い攻撃です。スプリングマン竜の腕もたまらず縮れ面に逆戻り、パンチの応酬が続きます。右へ右へと追い込んでいますが、再びスプリングマンのカウンター。負けてられない面々、ドラゴンのレーザーを避けさせて右手を当てていく戦法か。時間差パンチの挟み撃ちはアームズならではのテクニックなのです。まるで面を刻むように小刻みな攻撃を繰り返す面々、ホットリングをカーブさせて丁寧にスプリングマンに当てていきます。ラーメンボールの縁で続く熱い攻防、隙を見て竜の腕を発動。これで左アームの攻撃力が上がります。互いのアームを避けながらのパンチの応酬。ここでスプリングマン必殺ラッシュ発動、面々もラッシュとカウンターを嫌ってガードしました。冷静な判断ですが右腕のダメージが気になるところ、ここで右腕が使えなくなった。これは大きな隙になるが、なんとかしのいで復活です。バク転キックで相手のアームを蹴り落としつつパンチを繰り出す面々、ドラゴンのビームを避けさせてからの右パンチがうまく決まっています。両者一旦距離を取って仕切り直しでしょうか。おっと、威力の上がったドラゴンがクリーンヒット、たまらずダウン。追い詰められたスプリングマン、不屈の闘志でチャージ発動。メンメン、さっさと勝負を決めておきたいところです。このまま決めるか。決まった、ドラゴンの半端にレーザー、メンメンの勝利です。いかがでしたでしょうか。キャラクターの能力とアームの性能、そしてありとあらゆるテクニックを駆使して戦う熱くストイックな格闘スポーツ、それがアームズなのです。ストイックと言いましたが、実はアームズ1対1のバトルだけじゃないのです。2対2でくんずほぐれつ楽しむカオスなモードも搭載されています。アームズの秘密はまだまだあるようですので、今後の続報にご期待ください。私コブッシーがアームズの最新情報を解説する公式ツイッターアカウントも開設していますので、こちらも要チェック。アームズは6月16日いよいよ開幕です。それでは皆さん、またお会いしましょう。バーネー。